こなんだから邪魔しないでよ。あー気が散る。こういういたずらしそうなのはマリちゃんか、それともタペ君？あれ？なんだ犬？あ、それ給食の残りのロールパン。何？お腹減ってんの？お前。はい。かわいい。さてと、じゃあね。バイバイ。久しぶりだな。パパが子供の頃飼ってた犬はな、毎日学校から帰ってくるとパパを迎えに走ってきてたんだぞ。あ、あ、ただいま。いいな。ちょっとパパ、あんまり盛り上げないでよ。どうせうちじゃ犬なんて飼えないんだから。やだ、私が飼う。自分の面倒も見れないあんたに犬飼えるわけないでしょ。そうだ、どうせすぐ俺が世話することになるんだ。ちゃんと自分で世話できるもん。とにかく首はしてるからどっかの飼い犬よ、その子。明日交番に届けてらっしゃい。やだやだ。じゃあこうしよう、町内に張り紙でもして飼い主が見つかるまでうちで面倒見たらどうだ。お、そっか、お前パパが好きみたいだな。よし、じゃあ明日の朝早起きして一緒に散歩するか。ダメー、私が散歩させる。ちゃんと6時に起きる。なんかそいつミーコのこと嫌がってないか。そんな乱暴に抱くからだよ。じゃあちゃんと責任持って世話するんだぞ、ミーコ。わかんないわよ。もうみんな出かけたからね。それじゃあ行ってきます。ごめん、散歩できない。私が帰るまで部屋に行く。これトイレね。いい子にしててね。
ミーコが散歩もさせないで部屋に閉じ込めてるからだよ。俺が帰ってきた時、部屋の中ですごく泣いてたんだぞ。だからって、あたしのスタじゃん。ミーコ、今朝朝飯もやらなかったろ。ミーコに犬飼う資格なんてねえよ。紐がほどけていなくなってたのよ。本当にどうもありがとう。 うちすぐこの近くだから遊びに来てね。じゃあね。ワンちゃん。見つかったの。いや、早く見つかってよかった。よかった。